コセマルセロサラスメリナオは、チリ共和国、テムコ出身の元サッカー選手。チリ代表の歴代最多得点の記録保持者。インディオのマプチェ族から派生した、アラウカナ族にルーツを持つ。1994年、ウニベルシダでチリでデビューを飾り、25試合で27得点を上げる活躍を見せた。同年5月18日のアルゼンチン戦で、チリ代表デビューを果たすと、 いきなり得点を挙げた。ボールコントロールや精度の高いシュートなどで名を上げ、1996年にアルゼンチンの CA リーベルプレートへ移籍。翌年にはフランス W 杯南米予選では11得点を挙げて、チリを4大会ぶりのワールドカップ出場に導き、自身も南米最優秀選手に選ばれた。1998年のフランス W 杯では、 首相のイバンサモラーノと2トップを組み、ザザコンビとして活躍して、チリの決勝トーナメント進出に貢献した。その後、1998年に、セリエ A の SS ラツヨへ移籍。翌1999から2000シーズンの同チームの優勝に貢献した。その活躍によって2001から02シーズンに、ユベントス FC へ移籍するも故障がちで活躍できず、2003年に、 リーベルプレートへ復帰した。さらに2005年からはキャリアをスタートさせた、ウニベルシダでチリでプレーした。同年、代表にも復帰し、サモラーノの持つ代表最多得点記録34得点を更新した。2006年末、ウニベルシダでチリを退団。その後、MLS のシカゴファイアーのキャンプに参加し、入団テストを受けたが合意に至らず、結局、 2007年7月にウニベルシダデチリと再契約した、敬虔なカトリック信者であり、ゴールを決めるたびに十字を切るパフォーマンスを披露する。ありがとうございます。